やろうか、大倉くん。この昼間に誰が見るかってとかです。まあ、小倉くんのそのチャンネル登録者数の増え方で、まあ、今回の、なんていう、基本どれくらいなの？基本どれくらいなの？200人ぐらい。あ、そんな見てるんや。100。しかも今回告知してないからさ。一応映ってます。え、マジで？けど、まだ見てないっす。こんな昼間に。ゲリラ。3人見た。3人見てくれてる。
44人見て、意外とハロテニスファン。あ、そしたらにそしたらになる。あ、これじゃあお父さん。はい、これ直樹。こんにちは。ファンキーだね。ファンキー父さん。父でも40人見てくれるんだね、この時間でも。ありがたいわ。スパチャまだ飛んできてないけど。練習しながら小銭を。
スパチャ500円ありがとうございます。ほとんどじゃないけど。はい、何人見てる？56スパチャいただきました。場合になりますけど、練習打ちたいときはもっと100で打ったりしますけど、以上です。コメント来てますか？来た。直樹さん行くと、いや、コメント1、
パチありがとうございます。え1000円いや、ありがとうございます。ありがとうございます。これ俺映ってるじゃん。うん、ありがとうございます。今、中川直樹選手と何人見てる今？68。あ、ほんと中川直樹選手と練習してます、有明で。小倉プロはグリップサイズいくつですか？3です。3ない、うん、3じゃない、3やん。知らない。今日の練習でここを意識していこうとかありますか？脱力リラックス。でも今はしてたと思うんですけど、できてました。なんかいつも結構硬いなとは思う。はい、だから本当こうリラックスして、もうちょっとスイング長くてもそうです。で今のどうでしょう、今結構タイミングでパワー伝える感じでやってるんですけど、まだあちょっと普段の確かに見えないから、今がどれくらい力抜いてやってるかっていうのが315。スイングウェイトはちょっとわかんないですね。それオンリーじゃなくて、でもトップエビーではないです。だいぶトップライトにしてます。数字はちょっとわかんないです。有明遅いですか？まあちょっと早いかな。弾道が変わらないかもしれない。ちょっとドライブなのかな。今のだからジェスチャーしか入ってない。そう、変なお父さんみたいになってるから大丈夫。答えた質問。あ、ちょっと出てる。ほんと？ありがとう。中川さんの今日の練習で意識してるとこ。何意識してんの今日？今日は、いつも結構振るけど。今日結構コントロールしてる。コントロール系。うん、これも俺も作る。はい。なんでいいじゃん、映りたがりじゃないですか絶対。あ、気づいた。え、気づいた。今の動き方がバラエティーな感じ。小倉さんと中川さんどっちが足でかいですか？俺8。俺 6.5。 だいぶ違う。
まあ、身長もね、うん、ちょっと違うから、うん、あ、やめろそれそれで表すの何する？これこれしていく。いいコートっすね、有明。めちゃくちゃいいわ。てか涼しい、だいぶ。もう全然暑くない。最高。
それが鳥居です。でも90人おお、ここ周り90人いると思ったらすごくないでしょ。ファイナルの練習コートみたいになってる。だって王座の王座じゃない リーグもうそんぐらいじゃなかった。何あれもっといってるかさすがに。いや学生がさリーグやすもうちょっといたか。
なんで？あ、いいっすか、あの、思っとかなくて。何？タオル。タオルいいよ。後で。お父さんに持ってほしくないタオルランキングナンバーワン。大ファン、大ファンっす。いいっすね。何やる？ちょっとポイント系でちょっと自分の中で試したいことあるんで、あのパターンは何でもいいです。ちょっと一回先にサーブったんですよ。サーブ、うん、サーブからやります。それからサーブから、いや一回打ってからその後の前どうする。いや別になしでいい。最初ストップやっていいんじゃない。うん、ストロークポイントいきましょう、ナイスナイスショットはスパちゃんください。もう俺に入るわけじゃないけど。まあ、俺ね。小倉くんにね、ぜひお願いします。スパチャをフィアドラのジャパンリミテッド、これ、そういうやつですか。何が、え、あ、これフィアドラの、はい、そう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 、え、日本なんですか。日本なんか限定品じゃないの。だから今、ジャパンリミテッドかなってきたから。あ、これ、はい、いや俺、別に基本ラケット何でもいいから。何でもいい。ただ、あるもの、あるもの使ってる。じゃあ、ポイントやっていこう。日陰が携帯を守ってくれてる。意外と暑いからな、携帯がダメになる時が多いけど。有明のコートは最高です。これはライブ配信とマイナスじゃない、あれできないですね。 0. 何倍って
ていただいてや。あれで。Thank you.
てるよ。スパチャトータル3,119円でございます。え、ありがとうございます。お昼食べる。よかったね。どう、俺弱いって書いてある。フットワークすぎすぎる、すごすぎる。ナイスショットです。オグちゃんナイスラン。走らされてるよ。今スコアいくつだ。スコアいくつだったよ。98 18。くそ、負けた。こっちに来たの。パパ越しに。俺映さなくていい。パパ越しに。コメントどこで当ててきてる。いや、本当だ。ありがとうございます、皆さん。スパチャ。今映ってんのは直樹パパです。いやー、辛いっすね、いいっすね。夜までいますか。え、これ誰の話。夜までいますか、応援しに行きたい。はい、あれ練習のことなの、全日本のことか。どっち、今日のこと。みんな全日本出ると思ってる。全日本についてはまだ未定です。中川さんのお父さんめっちゃ若いですねって言いました。本当、俺、まあ、今51です。でもすごい、いや、なんか若いと思ってる人いるよね。はい、いや、白眼鏡です。眼鏡関係ない。だってこのピンクの靴にそのサイズが、サイズはないんだもん。そのラケットにその眼鏡してたら若いっす。いく、みんないくつと思ってんのかな。はい、俺50、51。いや、51っていうこと自体でも若いんじゃないですか、お父さんの年齢。あ、まあその目線で言ったら。そうっすね、若い。若い。いや、見た目もだいぶ若いっす。どうだろう、テンションが若い。んテンションが若いっす。まあそれはね、心が元気だ。心が元気やからすごい。病気になったことないっすもんね。まあそんな大きな ないね。ならなそうだもん。なんか自分でもなんか死にそうな気がしないのよ。いや、そのうち。本当なんか俺知らないだろうなと思う。マジですか。それはそれで面白そう。頑張ってください。頑張ります。何やる？サーブするか、もう一回ポイントするか。もう一回行きたいの。いいよ。何から行こうか。俺ちょっとフォアに動かしてもらってたわすから、うん、そっから、はい、俺回り込みの逆黒から行きたい。今熱い。熱くはないか、汗は意外と出るの。でもだいぶ涼しくなったな。日陰とか超気持ちいい。非常コースでした。よし、もうちょいポイントやっていきますわ。どうすか皆さん、エレッセです。
Thank you.
これは俺に装着れ。